はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、四つパスタに持ってくやつね、最後ちょっと紹介していきます。ちょっとマンネイスとかはね、紹介できないんですけど、本日夜紹介しますので、またそちらの方を見てください。神経数ですね、カリンの項目、カリンリボン目、ハワイアンコア、そしてクロウガキチューリップと、ここ6000円でいきます。はい、あと4500円、カリンのトラモク、カエデのチリモク、ホンジュラス、ローズウッド、ブラックウッド、インドローズ、カリンのトラモク。はい。で、カスタムグリップですね。はい。4&1 の方、この黒いやつが4000円。で、こんだけ5000円プラス、もうシアメースも5000円でいこうか。はい、今回。で、ここまた4000円があります。で、ここにまたちょっと、これ置いておきます。3本用&2&1ですね。の5000円がここ。ここちょっと混ざってますので、はい。聞きながら。はい。で、今回3本用、もしくは2&1ってやつが多いです。4000円がこのトレーと、このトレーですね。はい。見事に 4&1 が、カリンが全部なくなってましたので、はい。今回は3本用の仕込みがね、いっぱいあったので、3本用の方を仕込んでおります。伊勢神宮のケヤキが3本用しかないです。ごめんなさい。東京ってないんですかって言われたお客様、もう一回連絡いただけるとありがたいです。1個取っときます。はい。そんな感じですね。はーい。はあ、よし。さあ、用意していかなくちゃいけませんね。はい。行ってまた夜ね、YouTube 全体的なものを撮りまして、また夜、インスタライブできればなと思います。はい。支払い方法ね。大丈夫かなと思うんですけど、四つ葉さんでのお支払いとなりますので、四つ葉さんで使えるものでしたら問題ないです。ちょっとごめんなさい。僕はあんまり把握してないんですけど、多分四つ葉さんのホームページとかに書いてあるかな。ちょっと見ていただけるとありがたいです。現金、クレジットカードは全然 OK です。確か PayPay も OK だったと思います。ちょっと他の電子マネーがね、どこまでいけるかがちょっとわかりませんが、もし不安な方は四つ葉さんに連絡していただいて、確認しておいていただけるとありがたいです。はい。というわけで、よろしくお願いいたします。ではでは、また。